はい、皆さんこんにちは。ブロンコチャンネルです。ブロンコのドラムを叩いています。タケです。ご無沙汰しております。本日は10月10日になっています。いつもお世話になっております。米沢ライブアーブ、エントランススペースバーブかな？バーアーブ？違うな、バーブかな、どっちなんだろう、後で聞いときます。こちらの方で、ブロンコメン、うちのメンズメンバーですね、イノブくんとオタペくんが、ライブをやらせていただくことになっております。今年は結構2人とも、えぐい量の、弾き語りのライブをやらせていただいているところでございます。まあ、バンドの活動がね、今私ができていない状態なのでしょうがないところもありますが、この2年間ですごく得るものがたくさんあったなぁと、とても2人の演奏を見ていて、いつも思っています。本当に、いい演奏を最近やってくれるなぁと、メンバーながら非常に嬉しく思っているところです。本日は、ゲストに渡辺守さんをお迎えしての、素敵なパブロックナイトになるはずです。まあね、連休の最終日でみんな遊び疲れちゃってね、多分明日からの仕事に備えて、ご自宅で、ゆっくりと静養されていることだと思います。きっとそうなんでしょう。なかなかね、ライブ会場に足を運んでほしいと、もう毎回毎回言うのもなかなか、申し訳ないところもあるので、今日はゆっくりと、ご自宅でよかったらツイキャスの配信で、いっぱいね、応援コメントとかも送ってくれたりしたら、きっとうちのメンバー頑張れるんじゃないかなと思います。本当に構ってほしい症候群なんて言うんだろうな、カマチョなので特にうちのイノブくんが、本当に見てくださる方たちがいるということが彼の原動力になっていると思うので、ぜひとも応援していただきたいと思っております。そうですね、今からでも会場に間に合うよっていう方はぜひ、会場に足を運んでいただけたら嬉しいかなとは思いますが、まあこんな時なので、まあ、体のことも大事にしながらね、楽しい感じでご自分に合った楽しみ方で、音楽を楽しんでもらえたら嬉しいなと思っています。本日10月10日ブロンコメン米沢ライブアーブで今日もライブやっております。会場に来れない方はぜひツイキャス配信でぜひ応援していただきたいと思っております。先ほどリハーサル風景をちょっと、動画ね撮らせてもらってきたので、まあブロンコメンだけですけど、結構仕上がっていい感じになっていますので、ぜひとも、会場で見てほしいけどしょうがないな。配信でぜひ応援してあげてください。会場に来れる方はぜひ会場の方へ、まあそれはブロンコのライブに限ったことではなくてね、これからもたくさんライブは増えていくと思います。お客様にもお金をかけさせてしまうからね、なかなかねその辺本当にウィンウィンなのかなとかってちょっと思う時があるんですが、お客様にも本当に楽しんでいただける時間を作っていけるように、我々もこれからもさらに頑張っていきますので、そうですね、ぜひともライブハウスでまた皆さんとお会いできる日を楽しみにしております。今日はリスさんで失礼いたしました。かぶり物をしないとどうしても恥ずかしくて喋れないようです。それでは間もなく、オープン7時、7時半スタートでライブが始まります。ツイキャスの方などでも見れるので、ぜひとも、ブロンコメン応援よろしくお願いいたします。そして引き続き、ブロンコの今後の活動ぜひとも応援よろしくお願いいたします。来年はぶっ飛ばしていきますんで、ぜひともご協力のほどよろしくお願いいたします。ということで、ではまた、次回の動画配信でお会いしましょうということで、はい、それでは間もなく、そうですね、ライブが始まるかと思います。ぜひ楽しい時間をお過ごしください。また。
トロンコチャンネルで、そしてライブハウスでお会いいたしましょう。それじゃあバイバーイ。